はい、1分ぐらい話しますけれども、アメリカですね、アメリカのコロナウイルス、ニューヨークがちょっとですね、医療崩壊のようなんですよね。日本人の、ER ですから、イマージャンシールームかな、なんだったっけ、ER の女性の、医者のお医者さんが、の動画を見たんですけど、かなりもう、医療の方が追いつかないみたいなことになってます。ニューヨークを中心にですよね。他の市はよくわかんないんですけど、で、これ、経済のこともですね、日本の、ちょっと見ましたけど、NHK 特集かなんかね。で、これは、対応がやっぱちょっと遅いですよね。ですから、失業者も出てしまうと思いますけどね。